から大急ぎでホテルを飛び出してきたこの男、何があったんでしょうか。寝坊です。とりあえず電車乗ります。前の日に飲みすぎて二日酔いで寝坊、そんな二日目は富山県氷見に向かいます。去年も訪れた氷見に到着、今から行きたかったカフェに向かいます。嘘やん。去年は見えなかった立山連峰、今日はくっきり見えました。今日についてはいいものの、どこ行けんの？富山県で一番新鮮な魚料理が食べれる魚市場食堂はいっぱいでした。待ち時間があるので電車間に合いそうないんで食えません。俺氷見来てまったりしかしない。まあそれも雪ですけどね。でもお魚系は食べたいので、その隣岸壁食堂さんにお邪魔します。魚介スープのラーメンをいただき、氷見駅へ帰ってきました。電車に乗り込んで次に向かうのは世界遺産です。到着したのは JR 城花駅。こういう時の譲り合いは大事です。いい家です。実際あ、どうもこんにちは。あんまり寒くないね。雪降ってきた。展望所に行こうもんやけど、この道らしい。なかなかじゃない。そして雲がいる。私あの今回あのマイクロ SD を1枚しか持ってきてないっていう大事件やらかしましてですね、 DJI アクション2の電池切れま、あの容量がいっぱいです。やばい。あ、頑張って登ったんやけどね、絶対違う。絶対違うし、見てこんなにはまるんやで。さっき足跡途切れてた理由、多分あそこで引き返しはったんやろな。はあ、気づけばよかった。多分電気引いてるやつでしょうね、あれ水道かな。いや見てよ、一人登山やってもう三脚をステッキにしてるからね。降りよう。ここはここで綺麗やけどね。これによるとさっきのでやってんねんけどな。これによるとやってられ。どう思う？今度は信じていいやつかな。行ってみるか。展望所ガチャみたいになってるな。今度はちゃんと着きましたわ。ビューポイント。さあ。
帰ろう帰ろう。信用しとく。ビュースポットっていうのに行ってたら必ず登らなあかんみたいなルールが、はいばっかれ道。ああでもなるほどね。さっきよりは。人形山っていうらしい。さっきねすれ違った人が案内図を持ってたんですよ。思いました。地図もらえやって話ですよね。本ちゃんこっちでした。はい、集落の本ちゃんこっちでした。今から散策を始めます。アイノクラ合掌造り集落。この集落では今でも人々が生活を営んでおり、人が住む世界遺産です。なんかもう用意どんから間違えてるやん。ここやん。用意どんから間違えてます私。はい、登っていきましょう。階段あるし、さっきと違って。ほんでみんな歩いてるからめっちゃ地盤硬いし。さっきのビュースポットのないと分かりやすさが全然違うわな。ほんで太陽もねちょっといい向きになってきたんでね、急ぎましょう。本日最後の目的地はアイノクラ合掌造り集落のビュースポットです。ようこそ展望所へ。あなたの心に残る風景です。ドン。素晴らしい、素晴らしいわ。見たことある。サーバーホワイト、ちょっと気になる。で、結構美味しい。懐かしい。なんか飲むヨーグルトの微炭酸みたいな。これが意外といける。ちょっとやらかしたな。もともとあのバス高岡まで乗ってたら1000円くらいで高岡まで行けて、6時過ぎくらいに高岡に着けたのに同じバスで乗り通せた。めちゃくちゃ損した。で今から上半の駅で電車回って高岡行ったら着くん6時半過ぎとかになる。すごいタイムロスや。うわーっと思いながら今ローソンに向かってます。もう降りてしまったものは仕方ない。ちょっと上半の駅散策したいなと思ったんですけど、時間的に巡ってると電車乗り過ごすっていうのがあるんで、もうローソンしか行くとこない。なんか去年の四国一周もこんなんじゃなかった。なんか空き時間で久保川でローソン行って空き時間潰して、そっから3時間電車乗るっていうやつやったね。でもね今年はバスには無視されへんから、ちょっとローソン行って唐揚げくんをね食いたいと思います。上花を離れ列車で高岡を目指します。いよいよ旅も終わりに近づいてきています。金沢駅に帰ってきました。これ一つお願いします。心は渡されますか。お願いします。有料ですね。はい、エコか行けます。エコかですね。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いよいよ大阪へ帰ります。もうサンダーバードが大阪と金沢を結ぶことはなくなるそうです。というかなくなったそうです。サンダーバードでの最後の旅になるかと思われます。1日目の幼い頃の記憶とのすり合わせや、被災地を巡ってこの肌で感じたこと、夜お酒を飲みながらの出会い、2日目の大寝坊、そして氷見の美味しい魚たち、そして世界遺産、たくさんの体験ができた2日間でした。その思い出をかみしめて帰ります。
ました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急サンダーバード50号大阪行きです。ただいまから泊まります駅と到着時刻をご案内いたします。次の小松には21時3分、福井21時31分、敦賀22時2分、京都22時59分、高槻23時13分、新大阪23時23分、終点大阪には23時28分に着きます。車内のご案内をいたします。列車前から9号車。今から